9年の道でございますわ。雪が残ってますけどね、誰も歩いた跡ないんじゃないかね。真っ白でございますね。今気温がマイナス2度でございます。先ほどのところがね2度やから4度ぐらい違うんかね、3度ぐらいあったかな、下は下界は。これは雪やね、これ歩かれんな、これ歩いてる人おんねんけどね、危ないね。どうや、怖、滑るな、やっぱやめとこうか。あ、滑るわ、ダメ、残念でございました。はい、そしたら滑るんでね、ちょっと下まで行って道を歩いてみよう思うんだけど、ありません、まあ雪降ってるか。じゃあ高間飛行神社やったかな、ちょっと寄ってみましょう。道を歩くのやめて、真っ白でございますからね。ほら、この杉の大きな杉の横の中をね歩いていってね、あー寒い、これ参道でございます。ほら、これ山小屋だったんですか、白なんだね、行くね、あの、はい、ほら、すごいね、これ杉が何百年だろ、これ。おお、下はちょっと雪がね滑らへんか。みんな登山靴かトレッキングシューズ履いてあるね、この方はね。今後はみんな登ってんのかな。よし、真っ白けでございます。ちょっとへっぴり腰で歩いとんね、下ゴチゴチだよ、全然やね、これ。よしよし、真っ白けでございます。雪国に来たみたいや。はい、失礼します。ちょっとね、お参りしていきましょうかね。おお、下か、もうね、ガチガチでございます。凍ってます、下はね、マイナス2度ぐらいから凍ってる。いやー、雪もいいね、雪がこちんこちんですわ、ふわをしてへんね。はい、ありがとうございます、失礼します。ここにね天皇陛下の名前書いてあるんだけどね、誰やろ、事務天皇、これ明治天皇、ほらほら、明治天皇と事務天皇かね。ねえ、もともとこの付近にはね、いっぱいね、伽藍から宿かいろんなね、すごかったらしいんだけどね。今はちょっとほとんど残ってないんだけど、まだ祀られてますからね。あ、ここ歩いてんだ、凍ってるからね、マイナス2度やから溶けへんね、これ。この辺ガチガチなんだけどね、どんな 雪なんだろうね、ちょっと雪触ってみるか、雪質を。あら、ふわふわや、ここは下はカチコチなんだけど、歩いた後やからカチカチかな、ここふわふわの雪でございました。書いてないね、誰も。おお、水車小屋、水車小屋だ。おお、上からなんか落ちてきた。あら、凍ってますよ、水車も。周りみんな凍ってます。水車小屋。この水車小屋が平成30年ということはもう4、5年なんだけど、
そんな前からあったかな。真新しい時見てるけど、やっぱその頃見たんだろうね、できた時にな。金剛山の登山ルートになっとるからね、これ。ここらほら。ここから山頂までどれぐらいあるの？書いてないね。いやー、寒いわ。マイナス2度はやっぱり。真っ白けでございますからね。こじこ、カチカチやね、これ下。カチカチでございます。はい、ありがとうございました。神武天皇とね、明治天皇の碑が残ってましたけど、ここにね、ちょっと道歩けなかったからね、本当歩こうって言うてね、下降りたんだけど、あ、冷たい、これは冷たいわ。山小屋は今日やってはらんのかね。誰を探してるって西川武さんを探してます。深色登山道具、え、あっちから行けんのかいね。ほら雪がいっぱい。はい、高間彦神社でございました。ありがとうございました。雪でございました、ここはね。